皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日は何としても90を切りたい、ね、100は切れてきてるけれども90代で回りたいんだと、こういう人どうしたらいいのか、これをね、僕の経験と、皆さん生徒さんを 何百何千人と教えてきた僕が、ちょっとレクチャーしたいと思うんですけど、これ一言で言うとね、パー5を制しろっていう、これなんですよ。パー5って結構厳しくありますね、皆さん。なんかパー4だと短い、パー3もっとチャンス、パー5長みたいな。でもね、僕ら90切れる80切れる人はパー5っていうのはサービスホールなの。なんでかっていうと1回ミスできるからね。そこまでの境地になれるかどうかっていうのは難しい。だけれども、まず90を切るためにはこのパー5をいい感じでパーで回ってほしい。これがポイントになってくる。まあもちろんそのために100を切れるという前提で考えればドライバーですね。ドライバーをある程度しっかり打てるかどうか、ここはポイントかなと思います。ただその後なんですよ。次のショットをなんとかある程度の距離のあるクラブでこなしていきたい。パー5だからね。そうすると3打目がうまくいくでしょ。そうすると2つの選択肢がある。ある程度飛ばせる人はアイアンでいこうね。で、だとアイアンだとちょっと距離が物足りないっていう人はこのウッドかユーティリティってことになると思うんです。ただ90切れないぐらいだと、まあどっちかっていうとウッドより僕ユーティリティの方が楽だと思うんですよね。なのでユーティリティかアイアンになると思う。ウッドはちょっと難しいということで、これ一回省きます。でアイアンっても5番アイアンをフルスイングするっていうのはなかなか厳しい、僕そう思うんですね。だこれも却下になる。でこのユーティリティの打ち方っていうのをもう徹底的にやってほしい。でこれね、これだけちょっと一つ覚えてほしいのは、これウッド系のユーティリティね、ちょっと細いけど、もう一個がアイアン型のユーティリティってのもあるのね。これね、どっちか2つ買ってみて、でどっちか好きな方をやって打っていけば。でもこっちの方がちょっと難しいって言われてるけど、それは関係ない、人による。アイアンっぽい方が好きな人はこれをめっちゃ練習してください。今年1年ずっと練習すればパー5うまくいくから、こっちかこっちを徹底練習するんです。この1本だけですよ、もう一点突破です。これを練習していけばパー5うまくいきますから。でそしてそれを、実際にラウンドでドライバー打ったと使ってみると、そうすると3打目が楽になる。ウェッジとかショートアイアンで狙えると。そしたらパー5ね、パーを取れやすくなるわけです。でその、ね、打ち方みたいなのをちょっと解説がしたいと思いますよ。でまずはシンプルに下半身リードで打つこと。スイングは 手打ちにならないことね。ちゃんと下半身を使って打っていく、これがまず第一段階ね。下半身をちゃんと使って、まずそれをね、下を使って振っていくっていうことが一つで、二つ目はテイクバックをゆっくりすること。テイクバックを急がない、スタートをゆっくり、体幹からゆっくり振っていく、こういう感じですね。急がないで振っていけば、スイングしっかりと振り抜くことができます。もう一回ゆっくり。こんな感じですね。で3つ目はこれで地面をちゃんと擦れるかどうかを素振りでやることで、音ですけどこう触れた時に地面叩けない人が多いのね。
なるべくちゃんと地面を叩けるように、こういう風にしてソールがある程度滑ってくれれば、ある程度が振っても滑って飛んでくれるから、ユーティリティはそういうイメージで擦るように振っていくこと、こんな感じ でその擦った状態のその空間を振っていくだけでユーティリティはうまく当たりますから、こんな感じですね。そのユーティリティのウッド系とウッド系かアイアン系の2つあるじゃん。この2つは同じメーカーからも2種類あるんですか、うん、それともメーカーによってウッド系だったりアイアン系だったり、あ、2つあるはずですね。2つあります。はい、あるある。で、顔がね、見てみてこんな風な感じ、細いでしょ。でヘッドがちっちゃいんですよね。アイアン系の方がやっぱりちょっと見た目ちっちゃい感じですね。そうそうそう、ちょっと距離が落ちる、落ちる。でこっちの方が飛ぶ。だけど、まあ、ちょっと顔が大きいのがちょっと嫌だっていう人はもうアイアンのような感じで鋭く振り抜きたい。まあ、確かにちょっとこう見た感じ、はい、アイアンっぽくてシュッとしてますね。そうですね。これの方がこうアイアンなのっぽく振れるので、なんかこう切れ味鋭く振り抜くっていうか、もうアイアンのが好きだっていう人はこっちの方が良かったりもしますけどね。ただこれちょっと力ないと多分上がんないんですよ。少しスピードのある人、ヘッドスピードのある人はこっちの方がいいのかなって、なんとおすすめはこっちより、僕はでも優しいのはこちらの方が優しい。でロフトはね、23度とか22度ぐらいが一番いいと思う。19度だとちょっとロフト立ちすぎてるんで、22度から24度ぐらいのユーティリティを1本買って、めちゃめちゃ打ち込んで1万発ぐらい打てばパー5うまくいくから。男性向けですよこれね。女性だとフェアウェイト使わなきゃダメだと思うけどね。はい、そこ大事ですね。女性の方もご覧になると、女性はやっぱりね、振ってもそんなに飛ばないからウッドでいいと思うけど、男性の場合はウッドだとちょっと曲がると怪我が大きいので、こっちにした方がいいと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで UT ちょっと仕上げに打ってみますね。今のまとめ、テイクバックゆっくりで、下半身リードで、そして地面を擦るように素振りをしてから、こんな感じですね。はい、ということで、今日は90を切りたいという方、おすすめはいろんな練習技術はもう100切るまでに頑張った、皆さんよく頑張りました。なのでもう一つには絞ってね、フェアウェイよりはユーティリティ、これをめちゃめちゃ練習してみてください。そうするとパー5、パーで切り抜ける、もしくはバーディーもあるかもしれないということになると思います。ぜひ、ね、練習してみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録とコメントと高評価をお願いします。あと、コメントをね、と高評価を押していただくと私のモチベーションがありますので、よろしくということで、さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。